日本の皆様、こんばんは。そして、ニューヨーク、こんばんは。他の世界の皆様、おはようございます。こんにちは。本日は、国連総会科学サミット、日本の最南端にある沖縄から発信する可能性を秘めた小さな島、パートナーシップを通じた沖縄のより良い未来の創造をにご参加いただき、ありがとうございます。このシンポジウムは、世界レベルの科学研究拠点として日本政府が主導して2012年に沖縄に開学しました沖縄科学技術大学院大学と沖縄の地元新聞社として約130年にわたって県民とともに歩んでまいりました琉球新報社が共同で企画運営しております。私が進行を務めます琉球新報編集局長の島と申します。よろしくお願いいたします。沖縄は小さな日本の中でもさらに小さな島々ですけれども、古来、多様な人々と交流することで繁栄してきた島であり、その精神は今に受け継がれています。本日はこの沖縄で育まれましたパートナーシップによって、沖縄の科学がどのように発展し、地域や世界の持続可能性の向上に寄与するか、沖縄を代表する大学研究機関の皆様にお話をいただきます。本日は2部構成となっております。第1部では4人の登壇者の皆さんにそれぞれの活動について15分お話をいただきます。10分間の休憩を挟んで第2部は日本時間の午後9時20分より開始いたします。ここでは私から皆さんにご質問をしながらより深く取り組み内容や今後の展望を伺っていきます。視聴者の皆さんからの質問も受け付けますので、Zoom のチャット欄にどうぞ書き込んでください。シンポジウムは日本語で進行し、英語の同時通訳が入ります。Zoom 画面の下にある、通訳というボタンから、日本語か英語かご自身が使われる言語をご選択ください。チャットの書き込みは日本語、英語のどちらでも構いません。また、ご自身のカメラとマイクがミュートになっていることをご確認ください。終了は日本時間で午後10時30分を予定しております。長丁場ではありますが、皆さんの多彩で中身の濃い話を伺うには、短すぎる時間になるのではないかなと、想像しております。どうぞ最後までお付き合いください。では、まず沖縄について、私から簡単にご紹介をいたします。沖縄県は日本の南西、台湾との間にあるたくさんの島々から成り立っています。そのうち47の島に144万人が住んでおります。アジア諸国にもとても近い場所にあります。島々は15世紀には琉球と呼ばれる一つの王国となりました。中国をはじめ、東アジア、東南アジア、朝鮮、日本に至る周辺諸国と積極的に交易を行い、大交易時代と呼ばれる時代を築きました。その後、琉球は1609年の薩摩藩の武力侵攻により、内実は薩摩藩の支配下に置かれることになりますが、諸外国との交易は続き、江戸時代の日本や中国の文化を吸収しながら独自の文化を形成していきました。琉球はレキオという名前でポルトガルの資料にも国として記録されています。琉球国は1854年にアメリカと琉米修好条約を結び、1855年にはフランスと、1859年にはポルトガルとそれぞれ貿易をしましょうという修好条約を結びました。当時の列強の国々から条約を締結することができる一つの国だと認められていたことになります。この琉球王国が王朝が置かれた首里城をはじめとする城跡やその関連の遺産群は2000年に世界文化遺産に登録されています。明治時代になると日本の明治政府の廃藩置県によって450年続いた王国は廃止され、日本の一つの県として組み込まれ、沖縄県となりました。ちなみに、
私ども琉球新報は明治26年1893年、沖縄で誕生した最も歴史のある新聞社です。第二次世界大戦が終わりを迎えようとする1945年3月、アメリカ軍が沖縄に上陸いたしました。激しい地上戦が行われ、沖縄に住んでいた人々の4分の1が亡くなるなど、多くの犠牲が出ました。これが沖縄戦です。日米両国の兵士、そして一般の住民など、約20万人がこの戦争で亡くなりました。1945年8月に日本が降伏して戦争が終わりました。その後、1952年に日本は連合国の管理から離れて独立を回復しますが、沖縄は切り離され、引き続き米軍の占領下に置かれました。それ以降、1972年5月15日に日本へ復帰するまで、沖縄は米国の統治が27年間続きました。その間にたくさんの米軍基地が建設され、今も31の米軍基地があり、面積は沖縄本島の 15% を占めます。住宅地に囲まれた軍用飛行場などもあり、町づくりを阻害しているほか、基地から派生する騒音、汚水などの環境汚染、米軍人が起こす事件事故などは、沖縄の人たちにとって大きな負担となっております。1972年5月15日、沖縄は日本の一県に復帰しました。それから今年で50年となりました。今年、沖縄は復帰50年のさまざまなイベントが行われました。沖縄は自然の面でも特別な島です。2021年に世界自然遺産にも登録されました。世界文化遺産と自然遺産の両方に指定された稀有な地域でもあります。世界的にも珍しい亜熱帯照葉樹林には、島という閉鎖的な環境で多くの固有種が進化し、独特の生態系が形成されました。生物種の数は多く、生物多様性のホットスポットとも呼ばれています。海には美しいサンゴ礁が広がり、独特の歴史文化だけでなく、これらの自然を含めて、求めて多くの観光客が訪れ、観光は沖縄の主要産業の一つになっています。一方、観光の利用と保全のバランスは、沖縄の長く続く大きな課題です。沖縄戦の間、廃刊になっていた琉球新報ですが、戦後、うるま新報という名で復刊し、1951年に改めて琉球新報の名に戻り、今日まで続いています。沖縄戦の悲劇から得た教訓を踏まえ、社の目的として、報道の自由・公正に加えて沖縄の発展に尽くす、世界平和の確立に寄与するという目標を設定しています。地元の新聞社として、報道の立場から地元の沖縄の政治・経済・文化の発展を目指し、平和な社会を作るために力を尽くしたい、SDGs の目的にもかなう理念であると自負しております。2018年から SDGs に関する報道に力を入れてきましたが、2020年に県内企業や団体が加盟する沖縄 SDGs プロジェクトを始めました。現在70社以上が沖縄に存在する貧困や差別、自然破壊などの課題を解決するため、一人一人ができることを考えようと、学び合い、協力し合って、共に新しいプロジェクトを生み出すことを目指して活動しています。今回のシンポジウムは、沖縄県恩納村に2012年開学いたしました、沖縄科学技術大学院大学、OIST と呼んでおりますが、と共同で沖縄のさまざまな取り組みをご紹介いたします。OIST は世界レベルの科学研究拠点としてこの10年間、多くの研究者を育て、研究成果を上げてきました。それだけでなく、地元沖縄の皆さんと連携して、サンゴの保全などの環境保護活動や、講演会、講座などによる、人材育成に努め、沖縄になくてはならない存在となっております。それでは、沖縄についてのご説明、短かったですが、以上とさせていただきます。それでは、次に本日のスピーカーの活動を
ご報告させていただきます。1番目はエネルギー工学者でいらっしゃる琉球大学教授の瀬那覇出先生です。私ども沖縄 SDGs プロジェクトでの出会いをきっかけに事業を発展させていらっしゃいます。それでは瀬那覇さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。琉球大学工学部の、そして、株式会社リテックフローの代表の瀬那覇と言います。よろしくお願いします。じゃあ画面共有しますね。画面は共有されてますでしょうか。はい、じゃあ皆様よろしくお願いします。この画面をですね、株式会社リテックフローという私が立ち上げた大学発、ベンチャー会社のホームページ の画面となっています。でまず最初に簡単に私自己紹介させていただきたいと思います。ですね、私1967年に、沖縄の、那覇市で、生まれました。そして基本的にずっと沖縄に生まれ育っております。で大学が琉球大学に入学しまして、エネルギー機械工学科というところを卒業して、大学院に進学、そして、琉球大学で採用してもらい、今工学部のエネルギー環境の、コースに勤めております。そして私のですね、基本的な研究というのはどういったものかといいますと、先ほどエネルギーというざくっと言いましたけど、細かく言いますと、エアコンであったり冷蔵庫であったり、この辺の性能を改善するための熱のですね、移動、熱の移動を促進する、流れを使って熱の移動を促進するというのがもともとの研究です。で今日お話しするのは、それを応用して、流れを使って、物質を移動する、物質というのは二酸化炭素や、肥料のとなる栄養分を移動する、これを使うことによって、この流れというポイントを同じものを使うことによって、こういう工学的な研究が海藻の養殖に応用できるということをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。もともとのですね、研究の目的っていうのは何だったかといいますと、このような炭素循環、カーボンリサイクルっていうような仕組みを作ることを目的に研究していました。まず最初に、二酸化炭素の、問題となる二酸化炭素の一番の排出源はどこかというと火力発電所になります。火力発電所の排ガスの中に、大量の二酸化炭素があると。これをどうにかして回収できれば、この CO2 の削減というのはものすごく大きな効果を担います。約半分の二酸化炭素がこれで、世界中の二酸化炭素の半分がこれで回収できる見込みがあります。ですので、まず開発したのが、排ガスから CO2 を簡単に回収できる装置の開発で、これはですね、このようなボンベの中に排ガスを入れてCO2 を水に溶かして回収します。でそのようにして二酸化炭素を回収できますが、その後ですね、この二酸化炭素をほったらかしにするとまた抜けていくんです。水から抜けていきます。炭酸水を作るようなものですので、せっかく回収した二酸化炭素が逃げてしまった元も子がないので、それを固定化するために、海の植物ということで海藻の養殖を始めました。結局このじゃあ海藻をですね、たくさん作りすぎてもしょうがないの で今目指しているのは、この海藻をたくさん作ることによった、ブルーカーボンという技術に展開していくこと、そして、さらにですね、この海藻を使った、バイオ燃料の開発まで進むと、最終的にはこのような炭素カーボンリサイクルという仕組みが、出来上がる。これを目的に、研究を進めてきました。で今回ですね、私たち の研究室、そして、立ち上げたベンチャー会社リテックフローが持つ大きな技術
を2つ、ご紹介します。まず1つが今説明しましたように、二酸化炭素を簡単にかつ効果的に回収する装置の、があります。このようなですね、ボンベ型の、装置の中に排ガスを入れちゃいます。注入します。で、その上部から海水または水を、霧状に噴霧します。そうするとですね、排ガス中の二酸化炭素が非常に効果的にその霧の中に、ミストの中に、溶け込んでいって、二酸化炭素が回収される仕組みとなっています。通常の、水にですね、気体にガスを溶かすのは水槽の中を思い浮かべるように、水の中に、バブルを入れていくんですが、その場合ですね、このバブルというのは溶けずに大体水面に上がってきて逃げていってしまいます。ところがこの方法ですと、ガスの中に水を注入する方法ですと、ガスを逃がすことなく、溶かしていけるという非常に有効な方法となっています。これにより、排ガスの中の二酸化炭素ほぼ 100% 回収できるという実験結果が出ています。で、もう一つの技術を説明します。で、もう一つは海水にですね、二酸化炭素を溶かして回収した、二酸化炭素が非常に高濃度に溶けている海水ができます。で、これをそのままほったらかしにすると、いつかは二酸化炭素が抜けていってしまいますので、それじゃいけないということで、海の植物、海藻を育てました。で、海藻にとって非常に、適切な濃度、だいたい通常の海水に対して20倍ぐらいのですね、濃度にした海水で、CO2 濃度が20倍ぐらいにして、その水で海藻を育てると、この写真にあるようにだいたい 4.6 倍ぐらいですね、成長が1月で 4.6 倍成長が促進されるという結果が出ました。で、このようにして、回収した二酸化炭素を無駄にせず、海藻養殖に使おうという、ことを、進めてきました。で、この結果をですね、沖縄の代表的な海藻養殖、海ぶどう、シーグレープといったり、そういう言い方をしている海藻があります。沖縄では非常にですね、好まれている海藻になります。で、この養殖場にこの技術を適用しました。そうすると通常の、養殖がこの左側の状態で、我々の技術を適用した養殖法にするとこの右側の状態で、重量にしてだいたい 1.5 倍ぐらい、成長量が増進しました。さらにですね、成長が増進するだけでなく、健康的に非常にいい状態で成長しますので、売り物になる海ぶどう、海藻というのが、大体2倍近いまで増えるということが分かりました。ですので、この生産者にとっては、大体2倍ぐらいですね、収入が増えるという可能性を示すことができます。現在、我々、リテックフローという会社では、地元のコンピューター会社さんと一緒にですね、このようなコンテナの中に水槽、二段ベッド型の水槽を入れ込んで、ここで海ぶどうを育てる、このようなですね、人工的な養殖方法を開発しています。で、これによって、外からですね、いろんな菌、ウイルスとかが入らない、安全安心な海藻の養殖ができるようになります。また、かつ、このコンテナ内は海藻が育ちやすい温度25度ぐらいを常に一定に1年を通して安定して温度を管理していますので、夏でも冬でもなかなか海藻が育ちにくい季節でも常に安定して海藻を育てることができます。で、ゆくゆくはですね、このすべてをですね、 IoT センサーとカメラ、そしてそれを制御する AI のプログラムを用いて最適な海藻養殖を行うということを今進めている最中です。で、これによって何が達成されるかというと、まず大きな目標としてはブルーカーボンという最近
期待されている炭素の固定の、プロジェクトに使えるかと思っています。ブルーカーボンというのは結局はですね、海藻を育てるために使った電気のエネルギー、まあ、それによって発生する CO2 の量より海藻を育てることに、海藻もしくは微細藻類を育てることによって、取り込まれた CO2 の量が、まあ、同じかそれ以上であればですね、カーボンフリー、カーボンマイナスということで、ブルーカーボン技術として発生することが可能になります。特に、海藻類というのは、まあ陸上の植物に比べると、まあ、大体10倍ぐらい成長が早い、さらに微細藻類だとさらにその10倍以上ですね、成長が早いと言われてますので、まあ適切な種類の海藻また微細藻類を育てることでこのブルーカーボンが達成できると考えております。その他の取り組みとして、今問題になっている海の中に、廃棄されているプラスチック、特にマイクロプラスチックをですね、回収することに役立てようという研究も進めています。このような微細藻類を使って、もしくは海藻を使って、その表面に微細藻類を付着させて回収するという方法です。でこれらの付着した微細藻類、マイクロプラスチックを付着した藻類というのは、最終的には他のですね、プラスチック類も含めて、アリン海装置で全部一つにまとめて、処理して最終的には炭の状態にします。でブラックペレットというバイオタン、バイオ燃料にします。でこのブラックペレットはほぼ石炭と同じぐらいの、熱量を持ってますので、これが石炭の代わりに使えることもすで、に確認しています。これは、リテックフローと他のですね、リテックフロー以外にもノベルジェンと、サステナブルエネルギー開発会社、あとヒューマノモという会社、4つの会社で共同して進めている事業です。でこれまではですね、エネルギーであるとか環境という大きな話をしましたが、今実はですね、リテックフローで進めている、一番進めているのがこれらの海藻の養殖の技術を障害者雇用に生かせないかということです。で今ですね、沖縄の地元の障害者の雇用の施設の中に先ほどの、まあ、海ぶどうを養殖する、仕組みの、まあ、簡易版を、持ち込みまして、現在ですね、障害者の皆さんと一緒に、まあ、この我々の、技術で海ぶどうが作れないかというのを試しています。基本的に、我々の技術は、まあ、海藻の自動養殖を目指してますので、まあ、この方法を使えば、まあ、体にですね、まあ、いろいろと、車椅子の方であるとか、なかなか重いものが持てない方であってもこの技術を使えば、楽に、この海ぶどうの養殖ができます。でさらに、この施設の中で、養殖をしますので、通常の健康に左右されません。で夏の暑い中、冬の寒い中で、まあ、体の弱い人たちが、働くことなく安心してこの施設の中で、仕事をすることができるということを進めています。でなかなかですね、まだまだ生産量が少なく、まあ、実際のビジネスにまでは至ってませんが、まあ、今ですね、この施設の中でいろんな人たちのいろんな意見を聞きながらこの技術をちゃんとビジネスになるぐらいまで育てようということを進めている最中です。で最後にこのような藻類ビジネスの、マーケットについて簡単に説明しますと、その辺日本語で書いてますが、2027年までに藻類ビジネスが4700億円ぐらいになるということが、見込まれています。さらにブルーカーボンの市場になると2030年で世界で20兆円ぐらいの市場があると言われています。でもしこのような大きな市場の藻類のビジネスを沖縄県内で、その 1% でも、新しい産業が起こせれば、そしてその 1% の産業の中に、先ほどのですね、体の弱い人たち、障害者の皆さんがそこで雇用できるような、まあ、
産業を起こせればですね、かなり、沖縄の中で、今までなかなか仕事がなかったという人たちもこの仕組みを使って新しい仕事に、一緒になってみんなで取り組めるということができるものだと考えて進めています。で、今私がどうも会社が考えているのは、Be kind to society by technology ということで、技術というものが社会を優しくするということを目指して、取り組んでいます。はい、以上で発表を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。いや、海ぶどうって沖縄特産でとっても美味しいんですが、それがまた環境や雇用にまでつながるって本当に面白い取り組みだなと思いました。続きまして、沖縄の文化と自然の両面から研究と観光などの活用に取り組まれる沖縄美ら島財団理事長の花城義弘さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。こんにちは、おはようございます。世界各地それぞれ時間が違いますが、それでは私の方からですね、私どもの財団がどういうふうな事業をしているかということをお話をしたいと思います。それではスライドを共有いたします。はい、ここに冒頭チュラなる島の輝きをマンチュエと書いてありますが、これは私どもの財団の会社財団の理念です。で、これは沖縄の美しい自然と歴史文化を世界へ発信するとともに、保全し継承するとした理念でございます。で、そういう4つの理念を実現するためには、実は4つの柱、いわゆる目標を立てています。まあ、1つには環境問題の対応で、2つ目に産業振興への寄与、そして3つ目に文化財の保全継承で、4つ目に公園機能の向上ということで、それぞれが事業を進める上で関連をしております。またこの事業をさらに効果的に進めるためには、県内の大学、そして沖縄県含め市町村の行政の機関との MOU を結び、協力体制を整えて事業推進をしているところでございます。それではそれぞれの4つの目標について、どういうことをやっているかご説明します。実はたくさんの調査研究がございますけれども、その中で特に注目に値する部分についてご説明しますが、まず環境問題への対応について、動物関係においてはザトウクジラの生態調査を実施しております。これは沖縄近海に回遊するザトウクジラの個体識別の調査で、これはかなり長い年実施しておりまして、今ではたくさんのデータが収集されておりまして、このデータをもとにして世界の研究者との情報を共有しております。まあ、そうすることによってザトウクジラの保全に寄与しているわけでございます。で、もう一つにはウミガメについての繁殖についての研究もなされているわけですけれども、これについては人工受精等による繁殖の試験、まあ、これはほぼ成功してきております。また長期間飼育することで、22年から25年の年齢で熟成するという、成熟するということが最近分かりました。また琉球、沖縄島における絶滅危惧種の琉球アユ、それからヤシガニの生態保全に関する調査も実施をしております。また沖縄の河川で外来種であるテレピアがたくさん見られますけれども、これなかなか駆除するのも大変なんですが、現在では不認可技術を開発することによって駆除できないかどうかという研究もされておりますし、また本部町の地先においてはですね、これは30年にわたるサンゴ礁のモニタリングを続けておりまして、そのことによって今後サンゴはじめサンゴ礁の生態系をどう保全していくかという知見が得られてきております。また近年野生動物のための動物病院を設置いたしました。
まあ、これは負傷した哺乳動物、大型魚類などの保護治療を専門とする動物病院でございますけれども、まあ、今後世界自然遺産登録地における自然動物の保護治療にも対象を広げていこうということを考えております。次に植物についてですけれども、琉球列島における希少、または絶滅危惧植物に関する調査もこれも継続的に実施しておりまして、常にレッドデータブックをベースに、それぞれの追加をしていくという作業もしているわけでございます。また絶滅危惧種が発見されましたら、その生育域外の保全として配植体、すなわち種子あるいは植物体を採取をし、それを保存していくという技術で冷凍保存をしたり、あるいはフラスコの中で植物体生きた状態でどこまで保存できるかというような調査も進めているわけでございます。また西表島における植物のイベント調査を行いまして、その結果として植物誌編纂をしようということで、すでに5年の経過をしておりますけれども、あと 2,3 年で完了する予定でおります。環境問題への対応については非常に重要なことは普及啓発でございます。特に将来世界を担っていく子どもたちを対象とした環境学習、そして体験学習などについては学校の教育機関と連携をして実施しております。またこれまで得られた調査の結果につきましては、博物館等を利用して展示会なども開催をしているところでございます。また環境保全活動といたしまして、水族館、沖縄美ら海水族館の事業と連携をいたしまして、例えばビーチクリーニングに参加した方々にはエコクーポンとして水族館の鑑賞券がもらえる仕組みをしたりしております。さらには世界自然遺産地域の保全活動を支援するために基金の創設運営もしております。でさらには国立沖縄自然史博物館の設置に代わる復旧啓発事業なども実施をしております。で次に産業振興への寄与については、特に動物関係では先ほどもお話ししましたザトウクジラの調査で、これは個体識別と回遊情報を観光のいわゆるホエールウォッチング業者と共有することによって、バランスの取れた観光への活用ということで積極的に関与しております。でさらには水族館の中で自然に繁殖産卵をした魚類の卵を採取して、それをなんとか養殖できないかということで、産業への活用の一環として今調査を進めているところでございます。でそれにはスマの稚魚なども今研究が進んでいて、いずれは陸上畜養で養殖ができるんじゃないかと期待をしております。でさらには活用業における自動餌取り機を開発いたしました。でこれはもともと本部町の業務の皆さんのために開発したんですけれども、今ではミクロネシアの活用業において、非常に有効に利用され、現地で貢献をしているところでございます。続きまして植物については、まあ、特に農業園芸部門では、園芸植物の珍しい園芸植物の導入育種繁殖に関する調査といたしまして、沖縄の在来植物を使った育種をいたしまして、水のいらない切り花が開発されております。ここに挙げましたカランコエ、琉球弁慶という植物ですけれども、これは農林省の品種登録をいたしまして、非常に水なしで1ヶ月も育つという植物です。でさらには
島野菜の収集と保全、それから廃棄物体の保護保存に関する調査におきましては、これは最近では野菜の育種技術が非常に進みまして、生産性の高い作物が出たおかげで、従来我々が栽培していた島野菜のが減少しております。その中で絶滅危惧に瀕する野菜も出てきて、島野菜がありまして、これらを保全保護していかなきゃいかないということで、沖縄の各地でまだ残っている島野菜を収集し、系統的に整理した上で、保存活用を図っていくということをしております。特に後ほどお話します琉球料理とセットで利用開発を進めていくということでございます。次に、有用植物の増殖普及といたしまして、これは沖縄県が開発しました有用な作物あるいは植物について、私どもが有する大量増殖技術を利用して、それを大量に繁殖増殖して早めに普及農家に普及していくという協力体制ができております。また特に島屋さんについては、地元の特に中城村と協力いたしまして生産をし、そしてそれを利用ブランド化していこうという取り組みも行っております。次に文化財については、美術工芸品の復元調査、これは首里城に関する事業の一環でございますけれども、こういう復元調査を通して人材育成をするということで、ゆくゆくは工芸品のを作成するお土産店ができるということも期待をしております。また琉球食文化に関する調査ということで、これについても人材育成の事業として検討タイアップをして今実施しているところでございます。続いて琉球文化の保全ということで、琉球文化には文化財には有形と無形がございますけれども、有形文化財として美術工芸品、これには漆器、陶器、織物などがございますけれども、この収集、修復、復元に関する調査を実施しております。また無形の部分については、すみません、有形の部分については沖縄県とですね、共同で、琉球文化遺産の集積と再興事業ということで、これをほとんど復元をして保存につなげていくということの事業も展開をしております。続きまして、無形文化財としていたしましては、宮廷料理の調査復元人材育成ということで、これについてもこれまでの古文書などのを読み解くことから始まりまして、一つ一つ復元をしていくということでございます。これについてはまた非常に資料の少ない中で多くの情報を集めながら実施しているところでございます。それに合わせて宮廷音楽の楽曲の復元、それから舞踊の復元なども実施をしております。で、次に首里城の復興事業の関連事業といたしまして、漆塗装顔料のに関する調査ということで、これは北部の山野からに流れている川から取った水から得られたベンガラということで、非常に面白い調査がなされています。また琉球瓦の製作の人材育成事業も実施しております。続きまして、これらの美術工芸品そして人材育成にはかなりの資金が必要になってくるわけですけれども、そのために私どもでは首里城基金を創設いたしまして、皆様から多くの寄付金をいただいております。首里城の焼失とともに被害を受けた美術工芸品などの修復や人材育成などにも今活用されております。次に公園機能の向上についてのお話ですけれども、公園機能では公園の緑地、それから美ら海水族館、首里城公園などがございますけれども、まずは公園緑地におきましては、
ご覧のように卵の新しい園芸品種を導入したり、新しい園芸品種を作成したり、それさらには熱帯果樹を沖縄に導入してそれを結実させたり、それから植物の緑化植物の病害虫の駆除、場合によっては岩盤線を用いて植物の安全安心をしっかりと確保するというような研究もなされています。それから水族館については、水族館の展示、飼育展示というところで特に深海魚の展示ということで非常に苦慮をしていまして、圧力が気圧が違うところでどういうふうにしてこう飼育展示していくかということで、独自の圧力水槽を開発したり、場合によっては稚魚の段階あるいは卵の段階から飼育していくということで人工子宮を開発したりと、でさらにはそれぞれの、魚類、大型魚類あるいは哺乳類の繁殖、それから健康管理に対する技術の開発なども行われております。さらには文化財につきましては、海洋文化館というのを文化館の資料もありますけれども、これはミクロネシア、ポリネシアに代わる海洋文化の資料、これも保存管理をしているわけですけれども、これも修復をしていかなきゃいけない。でさらには世界遺産登録された首里城を含むグスク群ですね、これにおいては琉球王朝時代の儀式あれますなどを再現することで琉球文化の理解を深めていくというような事業などを展開をしております。以上で私の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。今お話しいただいた、沖縄美ら島財団さんは沖縄を初めて訪れる方が必ず行く水族館や自然公園、そして首里城公園を運営しておりますけれども、その、我々の観光地として見る光景が大変多くの研究に支えられているということが今のご発表で大変よく分かりました。花城さん、理事長ありがとうございました。さて3人目ですが、次は生物多様性の研究者で琉球大学学長の西田睦美さんにお願いしたいと思います。西田さんは大学運営の傍ら、広くアジア全体を視野に入れた国立自然史博物館を沖縄に作る活動にも力を入れていらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆様こんばんは。そしておはようございます。こんにちは。琉球大学の西田といいます。皆様にお話しできる機会が得られていることをですね、大変嬉しく思っています。それではスライドを用いてお話します。画面の共有をいたします。いかがでしょうか、大丈夫でしょうか。はい、ここに示されているようなですね、タイトルで、琉球大学の挑戦ということでですね、副題、パートナーシップで沖縄日本世界の科学の発展と、人材の育成を図り、より良い未来をということでお話をしたいと思います。私の今日の話を大きくこの4点です。まずはですね、琉球大学の立地する沖縄の地域特性ですね、島さんが最初にお話しされたことと重なるところありますけども、大事な点ですのでお話をまずしたいと思います。それからそこにできた琉球大学の始まりと今ということで琉球大学の歴史を簡単にお話したいと思います。そして取り組んでいるですね、琉球地域、沖縄地域の特色を生かした研究教育アウトリーチですね、これをいくつかかいつまんでお話をしたいと思います。そして最後に、SDGs 達成に向けた取り組みっていうのもいろいろやっておりますので、これもいろいろやってる中のいくつかをですね、ご紹介したいというふうに思います。でまずその沖縄の地域特性ですけれども、私は5つに整理してみました。一つは亜熱帯性です。そして、島嶼性、海洋性、これは裏表ですけれどもということも大事な点です。それから固有性の高い生物層、高い生物多様性、これも非常に大事です。
大陸と、あるいは島々間でですね、こう接続と分断を繰り返して長い時間存在し続けた島々であるということが非常に大事な背景にあります。それから特色ある文化、あるいは言語、歴史ですね。これが大きなポイントということになります。最後に、その先の大戦の大きな影響ですね。これも非常に大事な点です。日本で唯一ですね、激しい地上戦が戦われた地域である。戦後もですね、30年近く米国のですね、占領統治下にあった地域であるということですね。こういうことを押さえておく必要があるということだと思います。で、そういう地域でですね、琉球大学はどう始まり、今に至っているかということです。これは創立前夜ということです。この左側の図ですね、写真です。戦前の首里城の正殿ですね、実はこの跡地に琉球大学の本館が建てられたということであります。右側の図はまさにその地上戦で首里がこんなような状態になって、その後に琉球大学が作られたということになります。で、これ左側が1950年に設立されて、その翌年にですね、その新しく建てられた本館の前で行われている記念、開学記念式典の様子です。右側、ここが本館ですね。首里城の正殿のあったところ、実はちょっとずらしているようですけれども、こういう中で琉球大学が生じた。ということで、ここに記してますように、真理の探求、そして、地域、国際社会への貢献ということとともにですね、平和共生の追求ということをですね、大学の基本理念としているというところ、ご理解いただけると思います。で、これを踏まえてですね、戦後の地域復興を担う人材育成、研究、そしてアウトリーチを行ってきたということです。今の琉球大学ですけれども、50年前にですね、国立大学となり、40年前に今の西原町に移転いたしました、首里からですね。そして首里が、開けたところに、首里城が復元されたということになるわけです。あとでちょっと触れますけれども、残念ながら、少し前にですね、正殿と焼失いたしましたが、これは大きな、あるいは国中、世界の皆さんの力でですね、再建が進められているということです。大学はですね、7学部、旧大学院が現在あります。そして大学病院を有する沖縄で、唯一の、国立の総合大学である。学生数8000人、教職員数2500人ということで、下の黄色いところに書きましたけれども、まあ、多様なステークホルダーとの連携のもとに、地域とともに豊かな未来社会をデザインする大学というキャッチフレーズで今活動をしております。で、この地域の特色を生かした研究、教育、アウトリーチ活動ですが、この、いくつかをご紹介をしたいと思います。で、ここに書きましたが、一つはですね、研究面でですね、この生物多様性、あるいは海洋、熱帯地域の医療等ですね、これの特色を生かした研究を進めています。それから、実は学生、入ってきた全学生、これは沖縄出身の学生もいますし、県外から来た学生もおりますが、そのみんなにですね、地域の特性を知ってもらおうということで、琉大特色地域創生科目というものを、まあ、必ず取るようにということで、皆さん、学んでくれています。それでは、特色ある研究いくつか、ご紹介をしたいというふうに思います。で、ですね、これは理学部の久保田教授の、研究の例なんですけれども、植物がまずはご専門だったもんですから、日本の植物群種の種の多様性というのを調べた分析したと、本州の一部が非常に多様性の高いところがありますが、琉球列島は、おしなべて多様性が高いということを明らかにしている。で、この
研究はですね、どんどん展開しまして、今は全球的に植物だけなくて動物も含めたですね、研究に展開をされています。それから先ほども何度か出てまいりましたけれども、奄美大島、徳之島、沖縄島の北部、そして西表島がですね、昨年の7月に世界自然遺産に登録をされました。赤く塗ったところがそうなります。で、実は私ども琉球大学のフィールド研究の施設がですね、このやんばるにもありますし、西表にもあるということで、ここでですね、活発な研究、教育がなされてきた。やんばる、西表です。で、これをさらに展開をするとですね、先ほど花城理事長も言われましたけれども、今日本の研究者、そして沖縄の皆さんが取り組んでいるこの国立の自然植物館沖縄にというところにつながってくると思っております。これそのコンセプトを記したものでありますが、詳しくもし時間があれば後のパネルディスカッションの時にでもですね、また説明させていただこうかなというふうに思っております。非常に斬新なアイデアで議論されているということで、ぜひこういう方向の展開もできればと思っております。琉球大学における SDGs 達成に貢献する活動のいくつかの例をお話しいたします。この JST 科学技術振興機構というところがいろんな研究を支援しております。水資源利用に向けた研究者と住民と行政とが連携した研究プロジェクトが動いております。それから、同じく JST の支援でですね、陸上養殖のグローバル拠点を作ろうというプロジェクトも動いております。陸上養殖だけでなくて、その農業、それからエネルギー、再生可能エネルギーのこのシステムを作っていってですね、例えば沖縄の離島、あるいは、アジア、のいろんなところにですね、展開していくということを目指しております。ちょうど2週間ばかり前にですね、ネイチャーに、これは情報提供して、こういうものが世界に向けてですね、発信できております。それで、SDGs の取り組み、他にもいろいろやっておりまして、こういう SDGs 推進室というのを設けて取り組んでおります。19年の6月にですね、私が学長になって2ヶ月、1ヶ月半ぐらいですか、こういう宣言を出しまして、全額上げて取り組んでいこうということで、この推進室を設けました。4つのワーキンググループを作ってですね、いろんな方面で頑張っているところです。例えば、すぐにシンポジウムをいたしました。シンポジウムの様子です。で、同じ20年となっていますが、日本の場合、楽器、あるいは会見年度がですね、3月までありますので、これは1月に開いたので、年度で、日本の年度で言えば、まだ2020年度ですけれども、もう一つシンポジウムを開きました。さらに、3月にもですね、さらにシンポジウムを開いたということで、活発なスタートなしを切ったわけです。こういうものは、ずっと続けております。それから、大学と高校との連携で、教育連携ネットワークシンポジウムというのも毎年開催しております。大学と高校、行政一体となってですね、次世代を作っていこうと、SDGs の認識を強く持ったですね、若い人たちを育てていこうということをやっております。例えばカーボンニュートラルの推進に向けてですね、若い人たちと一緒にやっているこんな、壁新聞、全国壁新聞コンテストなんていうのをですね、入賞したりをしております。それから ICT を活用した離島教育環境改善事業というのもやっておりまして、いろんな離島とインターネットでつないでですね、事業をやるというような取り組みも試みております。これをより充実させていきたいということですね。それから子どもの貧困問題というのも非常に重要です。こういう問題についてもですね、大学としてできることをやっております。それから、
さらにさまざまな取り組みがあるのをですね、できるだけみんなで共有しようということで、琉球大学が一昨年、開学70周年を迎えておりますけれども、この記念事業としてですね、いろんな取り組みの情報を地域連携企画展という形で整理をし、ウェブページに多くは動画でですね、載っけております。ぜひまたご覧になっていただけたらと思います。それから国際的にもですね、連携をして活動してます。JICAと一緒にやっているもの等がございます。コロナで大変でしたけれども、こうやってインターネットでつないでいろんなことができております。以上、駆け足でしたけれども、琉球大学が、この立地する地域の特色を生かしてですね、教育研究アウトリーチの取り組み、SDGs に向けた取り組みをやっているということをですね、の一端をですね、お伝えできたら、いいなと思います。以上で私の話を終わります。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。琉球大学がこう地域のつながり、パートナーシップというものの、中核にあるなということが今のお話でよく分かりました。ありがとうございました。最後は、沖縄科学技術大学大学院客員研究員のオリガ、エリセーバさんです。ご自身の体験から女性の健康について研究し、アカデミアの限界を超えようと会社も起業なされました。見落としがちな一番身近なパートナーとよく言われる女性について語ってくださいます。それでは、オリガさんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、西田先生、シェアを止めてもらっていいですか。ちょっと前の発表はシェアしたまま、ありがとうございます。皆さんこんにちは。すいません、たまに変な日本語を使ってしまうかもしれないのでお許しください。ちょっと自己紹介なんですけど、私ベラルーシで生まれて1996年で医学部卒業した後に、内科医としてしばらく仕事をしていて、25年前ぐらいに来日で、大阪大学医学部で博士課程の、取得後で、顔面疫の研究者として長い間こう活動してきてたんですけど、で2007年からこう沖縄でオイストできたということで、私はとても自然が好きなので、沖縄っていうところ、海のそばに住めて、なおかつは大好きな研究できるって、もう本当に夢の中で生きてるみたいな感じだったから、2007年で移住して、オイストと理化学研究所で研究してきた。で、去年から女性の健康に対する研究と教育の取り組み始めて、でそこからこの5月に自分の会社 HerLife Lab っていう会社を成立しました。で私は沖縄大好きで、沖縄の本とかも大好きなんですけど、でこの本って、昔ながら の沖縄の文化なんですけど、SDGs そのものだと思いますけど、皆さん ところで今日発表の中で国語の中のキャラクターを使いますけど、皆さん読んだことない方がいらっしゃったらぜひ読んでください。で沖縄って本当にこうゆいまるくの心って、パートナーシップもそのものなんですけど、毎日その経験しながら、こうありがたくこちらで暮らしています。でさっき私言ってたのが、自分はがんワクチンの専門家であるんですけど、そのがんの20年以上に私はこう やってきた分野は、個別化医療、または精密高度の医療っていう分野なんですけど、で
数年前にこの研究はできなくなった。でそれはできなくなった理由としては、まあ、更年期始まったっていうところで、その更年期始まると、まあ、自分は専門家である研究者であるから自分に助けないと何っていう、こうすごい自分を責めたりしてたんですけど、やっぱりその医療従事者、分かってくれる医療従事者探すのもすごい時間もかかって、じゃあその間いろんな論文とか読んだりすると、なんとこうすごい女性の老化とか更年期に対する科学進んでると思ってたところ、もうびっくりなことは全く進んでないです。でこう自分がこの高度医療高度技術の中に行ったところ、女性ヘルスケアとなると、まあそもそも時々、まあ、病気なぜなってるっていうことすら分かってない。でも、もうそれはすごく衝撃的で、人口の半分の健康に対する科学的な情報はないっていうのが何者って思って、まあそれからいろんな人たちにそういう女性の健康に対する話することに なって、まあ素晴らしいこう仲間に出会えて、いろんな活動を始めたんですけど、でまあすごいこの研究まだ元の私のがん医療に戻ると、こう例えば最近の20年の間に、これ本当にわずか一部だけの新しくできた治療薬なんですけど、もう数え切れないですよね。でもこのがんにも入れないぐらいなんですけど、じゃあ女性の健康に対する新しい新薬が何があるかといったら、まあ片手の指で数えるぐらいのレベルなんですよ。もう衝撃じゃないですか。で、まあ、いろんな人たちにインタビューしたりして、世界中の女性たちはどういう現状にいるんだって思って、インタビューしたところ、まあ、やっぱりアジアっていう地域では、やっぱり社会的なプレッシャーは、世界中にはありますけど、でもアジアになると我慢する文化で、もう女性に生まれた時点はもう我慢で、やっぱりこう女性で生まれた子たちはある時はこう月経始まると同時に自分を社会に合わせないといけない。もう一生懸命社会に合わせるんですけど、その社会は分かってくれないことがすごく多くて、でもちろんそのさらにこの女性の加齢とか精神的な問題に対する文化のこの偏見があったり、それよりにその偏見することによって、まあ、ヘルスリテラシーに対する教育不足も生じてる。で、まあ、さっき言ってたように女性直面する問題について研究データ全くなくて、専門家の育成も追いついてないから、まあ、ちょっと必要なヘルスケアを受け入れられてない人たちもいる。で沖縄はさらに働いてる女性が多くて、でも女性の貧困も大きい問題、子どもたちの貧困の大きい問題なんですけど、ヘルスリテラシーってすごく大事なところなんですけど、まあそこはすごい今の現状は、世界中の現状はちょっと悲しい。でなぜそういうことになったかというと、まあすごく遡って、ヒポクラティスっていうギリシャの先生が大昔は活躍していたんですけど、現代の医学のお父様と言われるほどの素晴らしい方でしたが、女性に関しては女性は男性の不完全な存在だっていうふうに言い伝えてたことによって、まあ、女性は子供を産む
ためである。残りはの機能は、うん、そんなに面倒くさいものだっていうふうによく書かれてたんですけど、それでまあどうして私今日になってその人の話するかというと、2400年も1990年までにはこの女性は男性の不完全な存在だっていうのが科学的に医学的に見てきた。で、1990年になっていろんなこの現代の医療がまあ始まっていろんなデータを集め始めたところ、女性、多くの女性は薬の副作用が多かったり、薬の効き方男性に比べたら違ったりするということに気づいたところ、まあ、いろいろ学者と、まあ、医者も考えるようになったんです。で、現在私たちはこう生物的に男性のことは女性のことよりよく分かってます。だけど多くの女性、まあ、私は、まあ、免疫学者でもある女性でもある、この痛みっていう例えとして痛みでこうちょっと説明しようと思ってるんですけど、まあ、多くの女性痛みが訴えてる、まあ、月経の時の痛みにだけではなく、やっぱり自己免疫疾患の病気、リウマチみたいな病気はなりやすいから、あの関節痛いとか、天気変わることによって頭痛するとか、まあいろんな痛みを抱えてるんですけど、でも現状としてはその痛みは我慢しないといけない、これが何かできると思わない、我慢するもんと思ってる。で、まだ不思議なことに今この痛み止めを使ってるのが7割が女性なんですけど、でも8割の痛み止めの薬が男性中心の臨床試験で強化されてる。もうびっくりじゃないですか。で、まあこの最近の 4,5 年ぐらいの間はFDA で、まあ、使わない方がいいって決められて、使わなくなった薬の中で、まあ、男性よりか女性は大きな健康負担、健康リスクを抱えてるからそうなったんですけど、で、まあ、それが原因は基礎研究や臨床研究はやっぱり男性視点の研究でした。でも、その、もちろん今までの研究そうだったけど、まあ、その1990年に気づいてちゃんと女性も基礎研究と臨床研究女性も含めて入れましょうっていう動きではなってはいるんですけど、でも現状としては研究者として、例えばネズミ を実験に使うとすると、客観的にオスで実験することが多い。なぜかというとメス使うと安定性取れたデータを取るのは時間かかり、それなりにお金かかるから、やっぱりその研究に女性視点の研究するにはそれなりな時間とお金も必要です。で、まあ残念なことに多くの人にからしてみれば、まあ女性たちは、まあ、ヒステリーを起こしやすくて、病気のふりすること多くて、病気するのが好きとか、あと、構ってほしいから、そんな感じ、病気のふりしてると思ってる人は意外に少なくない。でも実は女性たちは、病気していても、痛みに包まれても、家庭とか社会も支えています。女性たちはもうすごく大事な柱なんですけど、医学的にはその訴えはに答えがないっていうのがとても悲しい現状なんですね。で、そこ女性たちどうしてこんないろんな辛いことに遭ってるかって言ったら、こう人生通してすごくこう女性のホルモンの変化は大きくて、
で、年取るとなるとやっぱりホルモンはすごく減っていきます。で、その変化にずっと体を合わさないといけなくて、それがまあ いわゆるそのホルモンの変化のと社会にも合わせないといけないから、もうとっても辛いです。でも比べてみると男性はこう穏やかな なのでそこはない分まあちょっとする病気も違うし、合わせないといけないところも違います。で、現代の女性は結構月経に関する病気が多くて、なぜかというと昔の女性は、まあ、月経は人生の中は50回ぐらいにしかなかったけど、今450回まであって、なおかつ私たち今100年健康時代に迎えているので、40超えても50超えてもやっぱり 社会的な活躍、女性たちはしたい、社会からしてみればしてほしいっていうこともあるので、まあ、いかに元気に女性たち生きるのがすごくは大事と私たちは思っています。で、女性の健康は女性たちのためのものだけではなくて、やっぱり女性は健康であるといろんな SDGs の成り立つので、だから今このハーライフラブとしてやってる活動で、女性が輝く社会現実に向けて、まあ、誰も残さないようにしたいっていう取り組みしています。で、今は私立ち上げた会社なんですけど、私たちのビジョンは女性たちの本当のウェルビーイングを現状にするっていうのを目的なんですけど、沖縄で活躍している心理師の花城先生と女性ヘルスケアの専門家の高宮城直子先生と針灸師のお城先生と一緒にこう活躍しています。で、まあチームメンバーはそれぞれの分野は生かして、それぞれの経験を生かして、一人一人のこう個人に合った医療をと健康づくりの提供したいっていうふうに目指してますけど、実は私は日本、まあ、科学者ってよく点々といろんな国行ってますけど、私はとっても日本の漢方は健康、私の健康を支えてくれたので、日本の漢方と沖縄の薬草、できる限りはこう世界に広げたいっていうのが私の個人の試みです。で、まあ、沖縄は健康のブランドなので、さっき3人の先生たちは発表した通り、いろんなリソースもあって、健康幸せでみんな暮らせる、とっても大きなポテンシャルが持ってあるので、まあ、私たちの夢としては沖縄でアジア女性健康の研究所と医療センターを作りたいと思っています。ありがとうございました。以上です。いや、今のお話でなんか私たちが大したことじゃないというふうに思い込まされていたというか、抑え込まれてたっていうことをこうフェムテックの形で本当に見せていただいて、大変面白い研究だなと思いました。エリセーバさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これで、お四方の報告が終わりました。これから10分間の休憩に入ります。次に始まるのは、日本時間の9時25分からというふうになります。登壇者の皆さんへの質問、たくさんあると思います。この画面下の方にあるチャット欄から、どうぞお気軽にお寄せください。それでは、9時25分からまた開始しますので、10分間の休憩です。よろしくお願いいたします。休憩時間終了しました。皆様お戻りでしょうか。
ですね。はい。では、第2部の意見交換を進めてまいりたいと思います。今回4人の方に、沖縄を舞台にした様々な研究や、それから課題なども冒頭に発表していただきました。まずですね、沖縄の小さな島からの発信ということで、この沖縄の特徴を生かした、研究、これからのやり取りをしていただきたい、したいと思います。沖縄の人々が一番大切にしている考え方というのに、ゆいまーるというのがあります。住民同士の緩やかな相互扶助を意味しています。また、イチャリバチョウデーという言葉がありますが、これは出会った人が初対面であっても、もう兄弟のように付き合えるという意味で、この共に小さな島で、島の外、それから島の内、海を隔てた人々とも、交流を広げながら生きてきたことを表しています。これも SDGs のつながりに、つながるのではないかと思います。研究活動といえども、地域や多様な人々のつながり、協力があればこそ大きく発展すると思います。沖縄のこのような文化の中で研究活動はどのように広がり、発展したでしょうか。まずは、美ら島財団の花城さんから、特に料理についてもお聞かせ願いたいと思います。はい、ありがとうございます。琉球料理と、一言で言いますけれども、なかなか定義が明確でないので、私ども琉球食文化ということで、研究を進めているわけですけれども、第一部でお話をいたしましたけれども、私どもの授業の中に、研究活動の中には文化財に関する研究がございまして、そこは有形と無形がございます。で、近年では私どもは無形の文化財に注目をしたわけですけれども、その中で非常に情報の少ない琉球食文化、いわゆる琉球料理に対する資料が少ないということで、その研究を進めるということでやってきたわけですけれども、幸い、沖縄の老舗である琉球料理店を拠点に、私ども琉球食文化研究所という文化財研究室の分園をそこへ置いて、そこを中心で活動を展開しているわけですね。これについてはなかなか資料の収集から始めなきゃいかんわけですけれども、これも先の大戦、場合によっては薩摩侵攻とともにかなりの資料がなくなったとされていて、かつては琉球国時代には料理奉行がいたんじゃないかと、そのためにちゃんとしたレシピも残っていたんじゃないかということで、いろんなところを当たって資料収集するわけでもなかなか難しい。でも私どもが琉球料理についての研究を進めているということをお話ししました。各地からですね、いろんな情報が入ってくるわけですね。自分のところに古文書が残っていて、その中に琉球料理のことが書いてあったというようなことの情報などがいろいろと入ってくるわけですけれども、それをもとにして研究を進めているわけです。その過程でやはり要は復元をしながら、たくさんの先生方の意見を聞きながら定期的に研究会を持ってやっているわけですけれども、まだまだ未知の部分が非常に多いわけですね。で、一方で私どもは植物関係でもやっぱり島野菜と、やっぱり料理ってなると素材が一番重要なわけでして、それは切っても切れない関係になるわけですね。で、島野菜についても、もう第一部でも話したように、その資源として我々は収集をしているということです。で、この島野菜の方はですね、これはまたやっぱり琉球料理にはなくてはならないと。今は例えばですけれども、河岸寺大根って、我々は大根が実際にまた食べている大根というのは練馬大根とか非常に柔らかい大根なんですけど、かつての沖縄の大根はですね、非常に硬くて、やっぱり煮てもですね、箸で切れないぐらいの硬さがあった。で、これがやっぱり沖縄の料理のであるというようなことでですね、料理人とそれから島野菜を栽培する人がセットになってですね、今いろいろと議論を進めているわけですけれども、その一部として島野菜は
例えば島人参、皆さんご存知でしょうけれども、この島人参はいろんなタイプがございまして、そこの中から非常にいろんなタイプだけを選びまして、これを中城村がそこをこうブランド化していくと。でその栽培技術を私どもの方で、まあサポートしていくと。でそのことによって琉球料理の素材として非常に増えていくというような方になるわけです。まあ、そういった素材、それからさらには琉球料理人を育成していくということも非常に大事なので、そういう人の人材育成も合わせてですね、それを完成することによって、やっぱり今和食が世界遺産登録になりましたけれども、その和食とちょっと違う琉球料理、琉球の食文化があったんだということを早めに確立をしてですね、でそれが皆さんに周知されるようになってきて、我々は琉球料理を世界遺産登録までこぎつけたいということで、まあ、考えているところです。まあ、そういう意味ではいずれはどのホテルに行ってもちゃんとした琉球料理がいただけるというふうになることを期待しております。花城さん、もし研究というものが進まなかったら、もうこのまま先ほどの河岸寺大根という素材であったり、それから琉球料理の作り方であったりっていうのがもうどんどん消えていってしまいそうな危機感っていうのがあったんですか？そうですね、ご存知のように本当に皆さん琉球料理って一体何ですかといった時に、いや沖縄そばとかちゃんぽんやチャンプルとかという言葉常に出てくると思いますけれども、あえて沖縄料理と言わなくて琉球料理と言っていることはですね、やっぱりかつて琉球王国時代にはそれなりにちゃんとした琉球料理があったということなんですね。この素材もそうなんですけど、この手法についてもだんだんなくなりつつ、あれ消えつつあるわけですよ。それを途絶えさせないということで、ちゃんと我々はそこをとどめておきながら、さらに研究し、そしてつなげていくということが非常に大事だというふうに考えています。なんか地域の方々とのつながりが、さらに消えゆく文化遺産をさらに逆に食いとどめて残していくというような研究になっているなというふうに思います。同じくですね、はい、ありがとうございます。同じく人々のつながりというものの中から進められたプロジェクトについて、西田さん、世界遺産にも登録されている首里城の再建、先ほどちらっと話がお二人から出ましたけれども、それについても、再建についてもお聞かせ願えますか？はい、わかりました。じゃちょっとまだ画面を共有させていただいてもいいでしょうか？どうでしょう、共有されたでしょうか？はい、これはですね、首里城が2019年の10月31日に正殿等が焼失をいたしました。で、やはり沖縄に住む私たちの一つのその文化的な拠り所の一つだったのですが、それが消失するというのは非常に大きなショックでした。それで学術面から大学として、再建再興にですね役立つ必要があるということで、まずはその緊急の学術シンポジウムもそのほとんど1ヶ月半後に開くことができました。そして、その次にその写真もお見せしますが、重要な皆さんが馳せさんじてくれて、シンポジウムができてですね、今後どうしていったらいいかという大枠が、見えてきたんですけれども、その時に議論があったのが、その首里城を最高学術ネットワークというものをもうしっかりと、作って動かしていこうという議論でした。で、これに基づいて、そういうネットワークを構築をし、
種々の連携に基づいてですね、研究プロジェクトを今やっております。それからそのシンポジウム、もですね、毎年開催するに至ってます。これは20年の第1回緊急シンポジウムを第1回といえば、これは第2回のシンポジウムですかね、 のポスター、これは第3回のポスターということになります。でその緊急シンポジウムの様子なんですけれども、30年前の復元に関わった方々ですねが、それぞれご専門の立場からいろいろ情報を出していただいて、非常に充実したシンポジウムでした。で、学術ネットワークを作ったわけですけれども、で最初にですね、首里城の様子がどうなっているのかということをぜひ現場で専門家が見てみたいという声がありましたので、花城理事長のところでにご相談をしてですね、訪問をさせていただきました。これがその時の写真なんですけれども、焼け落ちた柱の様子ですを見ておりますが、実はこれは林学者です。森林を研究する農学部の教授です。こちらは建築学の教授、工学部の教授です。普段はなかなか同じキャンパスにいても話を直接することないんですけれども、まさにこういう状態をですね、目の前にしてどうしていったらいいのかという議論をですね、真剣にしているという様子、私自身も感動いたしましたが、これがその後再建に向けてのですね、研究のきっかけになりました。でこれは花城理事長にも改めてお礼申し上げたいんですけれども、そこでいろいろ財団ともお話をすることができてですね、非常に、この後の活動、研究活動のモチベーションになりました。で ここに首里城最高学術ネットワークの、ミッション3点に整理して書いておりますが、一つは、もう組織の枠を超えてですね、首里城最高のに学術面から貢献するプラットフォームとなるということをするということです。ですから、これは琉球大学だけのものではなくて、幅広い皆さんと一緒にやっているということになりますし、それをずっと掲げてやっていこうとしています。から二つ目は、直接首里城の最高に貢献できる研究教育をしっかり進行するということで、これはシンポジウムをやることも、3番目にそれを書いてますね、ネットワークをしっかり拡充するということ、そしてここでは教育研究をしっかりやるということです。そして首里城最高研究プロジェクトというのを作りまして、そんなに大きな金額はなかなか準備できないんですけども、大学の予算でですね、毎年何件か新しく採択をして研究を進めてもらっています。この2年半でですね、10件の研究が進んでいるということです。非常に興味深い研究がなされています。首里城のですね、周辺のその複層的な歴史まちづくりの研究と、それから活動をですね、地元のにあるチームとですね、組んでやるというようなこと、それから県産の木材をしっかり使って首里城正殿の再建に活用できないかということですね、の研究ですね。あるいはこれは放電プラズマ焼結法というような新しい方法でですね、首里城の破壊されてた瓦礫瓦を元に、それをリサイクルした新たなセラミックスを作成するような技術を開発しようというようなですね、研究も進められています。こういうのはものがですね、実を結んで、新たな再建にですね、貢献をすることができたらというふうに思っております。でこれは何度も言いますけれども、琉球大学のメンバーだけではなくて、いろんな方と共同しています。
それから特に県立芸術大学の先生方、文化面ではですね、いろいろと一緒にできているというのも非常に心強いものです。こんな活動もですね、琉球大学今、一生懸命やっているということをお伝えいたします。ありがとうございます。ありがとうございます、西田さん。学術の連携っていうのも、このどっちか、なんか、ゆいまるっていうタイトルに、なんか、すごく合いそうな気がいたします。ところで、沖縄でゆいまるが育まれたっていうのは、やっぱりこの島という小さな、言ってみれば閉鎖的な環境にも大きく影響しているのではないかなと思います。海で隔たって、資源も限られているという中で、SDGs、持続可能性を追求するには、何が必要なのかという沖縄からの問いかけは、いろんな世界中の島々の島の国々にも、共通する課題だと思います。エネルギーの観点から、持続可能性を追求するには何が必要でしょうかという質問もさせていただきたいと思います。皆さん、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。エネルギーの観点からですか。ハウリングしてます。よろしいでしょうか。ですね、基本的にエネルギーっていうのは、ごめんなさい。すみません。はい、エネルギーっていうのは、すべてのですね、活動の源になってます。先ほど私が紹介しました、海藻の養殖も基本的には電気とエネルギー使ってますし、それのための肥料もエネルギーを作って、作られています。で、当然、水産業だけじゃなくて、農業もそうですね、肥料を作るにもエネルギーが必要、そして、農業するにもエネルギーが必要。でもちろん畜産業も、だから第一次産業もですね、実はエネルギーで成り立っています。もちろん工場とかの第二次産業、あとサービスなんかの第三業、第三次産業も全てがエネルギーから成り立っているということで、社会全体がまずエネルギーがないと成り立たないということが、まず理解する必要があるかと思います。で、その上でですね、SDGs を考えるときには、このエネルギーの、誰がこのエネルギー、貴重なエネルギーっていうのを活用するのかっていうことを、強いものが全部こう、なんていうか、自分だけが独り占めするっていうことを考えずに、いかにこの地域の中でエネルギーをうまくシェアしていくか、そしてこの地域の中で、外からのエネルギーに頼らない、持続可能な再生可能なエネルギーっていうのをうまく作っていくか、そういう皆さんで仲良くシェアするというような考え方が非常に必要になるかなと思っています。で、今後ですね、世界的にこのエネルギー資源、石油や石炭やガスというのが高騰するということが予測されています。なので、これからですね、この社会を維持する、そして SDGs を達成するためには、それこそ S あの島の中のエネルギーというのはどういうふうにですね、みんなで分配していくのか、また自分らの地産地消のエネルギーを作り上げていくのかっていうのが、そもそも SDGs を達成するっていう基盤になってくるかと考えています。簡単ですが、以上でこういうことがよろしいでしょうか。では、先ほど最初の冒頭の発表にあった、瀬名さんの発表にあった、その、カーボンニュートラルも達成しながら、食物も、その海ぶどうでしたけども、大きくする、収量を増やすというところも、少ない資源をこううまく活用する一つの事例でしょうかね。はい、まさにそれを考えています。基本的に海藻の養殖っていうのだけが私の目標じゃなくて、二酸化炭素すらも基本的には資源だというふうに考えて、これをうまく活用していくという社会を作っていくというのが、これからの世の中には、そういう循環型の社会を作っていくというのが非常に重要な目標になるかと思っています。ありがとうございます。
今のこの小さな島の中でこの循環型エネルギーを効率よくっていうところで、実はなんか沖縄にも先人たちの知恵として、こう島の中のエネルギーのシェアというか物事を分け合うというような発想が考え方があるというふうに伺っているんですけども、この辺はもう花城さんがお詳しいと思います。ちょっとそういう中身を教えていただけますか。はい、多分この先人たちがですね、こういう島嶼環境の中でどう生活していくかということで、実は我々が知恵を少し預かっていってのがあるんですね。これはおもろ草子っていう、これはもともと文字になってなかった歌謡をですね、16世紀から17世紀、まあ、琉球王府がですね、ちゃんとそのいわゆる長い1550に近いようなこう歌があって、これを一つの長編の歌謡詩を編纂したんですけども、その中にですね24種類の植物が記されているんですね。これを見ると、なんだ我々が山野にある植物、何の変哲もない植物がたくさん書かれていて、まさに、まあ、今でも一般的なものといえば稲とか泡とかキビはもうちゃんと書いてあるんですけど、その他のものはもう本当に皆さんも聞き慣れた植物ばかりなんですね。でこれをなぜこの歌の中に残して、今に伝えたかということをよくよく考えてみると、こういった島嶼環境のこの小さな島国で生活する上で本当にいい植樹として本当に必要な植物だけを書いてあるんですね。でこれを見たときに、先人たちはいろいろと苦労をしながら、その島である資源ですね、まあ、いわゆる植物資源をきちっと活用し、それを我々に伝えた、今の時代にまで伝えてきたということは、すごい大変な努力だったんだろうというふうに思うんですね。そういう意味で、この先人たちが伝えていたこの植物はですね、本当に将来我々もこれは大事にして、また伝えてつないでいくということが非常に大事だと思うんですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、後ほど西田先生がお話しなさるとは思いますけれども、自然史博物館のですね、本当にその理念とですね、このおもろ植物園というのがうち の国営公園の中にあるんですけども、これはまさに自然史植物の縮図と言っても過言ではないというふうに思うんですね。まさしく我々は将来に向けてこの自然資源をですね、どう伝えて残し伝えていくかということが非常に大事だと思うんですね。そういう意味でおもろに残っておもろ草子のある植物をですね、ぜひ何でもない植物なんだけども、ぜひ皆さん見ていただいてですね、そこに思いを馳せていただきたい。でそしてぜひ我々はですね、そういう意義のもとで自然史博物館をですね、ぜひ沖縄に設置し、東南アジア、あるいはミクロネシアを含めたですね、あるいは太平洋地域の諸島 の, 自然史をですね、研究することによって、世界の皆さんが共有できる、あるいは将来に残していく自然をしっかりと我々は伝えていくということにつながるんじゃないかというふうに感じています。ありがとうございます。じゃあもうこれは自然史博物館のお話を西田さんにぜひともちょっと解説していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そしたらさっき丁寧に説明できなかった図をから少し説明させていただいていいでしょうか。また画面を共有させていただきます。大丈夫でしょうか。はい、先ほどちらっとお見せして、もし後で時間があればというふうに申し上げた図なんですけれども、この自然史博物館ですね、これでちゃんと国立のものを沖縄にぜひという
構想でですね、作った図です。で、まずそういう自然史というものの重要性、今花城理事長も明確におっしゃっていただきました。そしてさらにですね、実はいろんな薬にしても、先ほど漢方の話も出ましたけど、薬にしても、今科学的に合成するにしても、もともとは自然にあるもの、自然の生物からですね、その元を探り出しています。そういう利用できるもの、食べるものも、お薬も、そういうものを全て、切るものも、もしかしたらそうかもしれませんね。多くはですね、自然に依存して人類やってきたわけで、そういう我々の、生きてきた一番の基盤になる自然をですね、しっかりと理解することがもう根本的に必要だということになります。で、ちょっと話が一旦発散するんですけれども、例えば今まだ我々苦しんでいますけれども、新型コロナウイルスですね、これで苦しんでいますが、あれもご承知のように、もともと自然の中から出てきています。他の動物のをホストとするウイルスが元になっているわけですね。で、その元のところ我々まだほとんど知らないです。で、これからも心配だと言われていますけれど、その元のところ知らないですね。で、先ほどちょっとオルガさんの話聞いて、ああ、そうだ、我々自分たち自身のこともよく知らなかったんだということを改めて気づかされましたけど、自然もそうなんですね。で、日本で国立の自然史博物館というのは、まだ明確にそういうものないんですね。ヨーロッパやアメリカにはそういうものがあって、近代社会が発展する礎にもなっていたわけですけど、日本はそれをぶっ飛ばして今来ているということで、改めてそういうものを作る必要があるというふうに我々考えています。で、博物館どういうものかというと、まずはしっかりと標本を収集し、保管をし、活用できるようにするということが基本です。ものが大事です。そしてそれを研究をする。で、研究した成果を、展示をしたりですね、あるいはいろんな教育活動に使っていく、普及していくということをですね、この三段構えが基本です。で、さらにそこにですね、人材育成、あるいは特にアジア、最も生物多様性の高い地域、地球上でですね、そのアジアとの連携というのが極めて重要だというふうに思われます。で、そういうことをしっかりやっていく博物館が必要で、ぜひ沖縄にと。で、ぜひ沖縄に、なぜ沖縄かというのはですね、非常に大事でして、生物多様性の非常に高い場所である沖縄、琉球列島、そこに大きな国立の自然史博物館があるというのは、実は世界を見ても、まずないんですね。ロンドン、パリ、ワシントン DC、ニューヨーク、自然の真っただ中っていうわけにいきません。でも、沖縄ならですね、車で30分も行けばサンゴ礁がある。あるいは、1時間行けばマングローブ林があるという、そういうところにこういうものを作る、博物館を作る。そうすると、この標本になっているこの生き物が、実際に生きている場所がすぐ近くにあるということです。これは極めて重要な条件です。で、これは大きな本館をドーンと作るだけでよしとするんではなくてですね、こういうフィールドステーションをたくさん持って、ネットワークでつないで、これは国内だけでなくて海外もというふうに考えています。そういう、いわばネットワークシステムである博物館というのが、21世紀に作る博物館にふさわしいだろうというふうに考えています。で、さらにそのネットワークというのは、人や組織、機関のネットワークだけでなくて、もう今やビッグデータの時代です。こういうものをもうちゃんと構想をしてですね、大きな自然史、ビッグデータを元にした
ネットワークも大いに活用する、初めからそういうものとして作っていけばいいなというふうに考えています。で、次もう一枚スライドをちょっとお願いします。これはもう6年7年前からですね、沖縄にこの博物館を作ろうということでずっと毎年のようにシンポジウムをやってきたんですけど、まあ、その初期の頃にですね議論した内容を少しこう書いています。ネットワーク型のイメージをこういうふうに書いていますが、これは琉球大学のですね、松本先生が分析した、そしてシンポジウムで話された中身の要点をですね改めて書いたものですけれども、まあ、21世紀型のですね新しいコンセプトによるネットワーク型博物館をぜひ作っていこうということですね。で、いろんな分析をしていただきまして、世界で人気のある、まあ、博物館、どんなところがあるかというふうに見たときにですね、こういう野外の、フィールドセンターがあるというのは非常に重要、いうことです。ですから、まあ、非常に大きく捉えればですね、美ら海水族館のようなものもですね、大きなネットワークの一部になる、動く実際の生き物がいる場所ですね。そこもまあ、ゆるくつないでいくということが、重要かなという議論をしました。それからですね、建物も、姿、形を簡単に変えられる建物はどうだろうと。例えば人気がずっと継続しているディズニーランドとかですね、あれ、結構頻繁に、変えていってるんですね。そして、リピーターになるわけです。そういうコンセプトぜひいいんじゃないかと。で、ここにまあその特色を書いています。それからさらにその話題になる施設群があればいい。で、これはまさに沖縄は先ほど私お話しいたしました、何度か出てきましたけれども、世界自然遺産に1年ちょっと前になりましたね。それがもう足元にある、それを生かさない手はないということがあります。それからメタバースとかバーチャルリアリティ等々各証言についろいろ今どんどん展開しています。こういうものも、遠慮せずに活用すると。そして、いろんな、フィールドセンターのようなものもですね、まずはこれでつないで、今の、例えば入り元の森林の状態どうでしょうみたいなことまでつなぐようなですね、そういうことになればいいなというふうに考えています。まあ、つまりインターネットでつなぐというようなことですね。はい、そして、組織もいろんな組織が連携をするというような、こういうものが20世紀型だろうということでですね、新しい技術の、発展もうまく活かしながら、全く新しいコンセプトの自然史博物館ができればいいなというふうに考えております。ありがとうございます。西田さんの今のご説明で、なんか沖縄の世界に冠たるこの生物多様性の地であるということがこう本当に発信できそうな感じがしてすごくいいなと思いました。ところで今西田先生がさちょっと冒頭におっしゃってたエリセーバさんのお話を聞いてこう意外に自分たちの足元が見えてなかったんだなっていうのは本当に私もその先ほどのご説明というかご報告聞いて思ったもう痛感したことで、なんか女性の健康ということにこれだけ研究が進んでないっていうのが逆本当驚きでして、でさらにですねアジアの女性たちが我慢しがちだっていうご指摘がありました。その辺のこの実例であるとかそれからなぜそうなっているのかっていう文化的な社会的な背景も含めて、エリセーバさんにもう一度ちょっともう一回お話を聞きたいんですがいかがでしょうか。ありがとうございます。まあ、なぜ文化的にそうなってるかって言ったらちょっと難しいかもしれないんですけど、いや遠慮なくおっしゃってください。まあ、そもそもさっき発表の中でも私多分言ってたと思うんですけど、まあ、世界中沖縄日本アジアに関係なく世界中の、まあ、つい最近までの稽古では、まあ、女性が様々なことに自分の体を合わせないといけない。まず月経に合わせる。そのうちに妊娠したら、お腹にいる赤ちゃんに自分の体、行動を合わせる。
まあ、子供生まれたらそれなりに眠れなくなって、うつ状態も今課題になってる、産後うつ課題になってますけど、それにでも合わせないといけないけど、でも現状としてはノウハウはないですよね。一番を近くに家族地域に支えているであればみんな乗り越えることなんですけど、でも正しい情報は全く届かない、やっぱりところがとても多くて、まあそこで、まあ、すごく例えば生理痛だったりすごく悪い精神状態になっても、まあ、我慢しないといけない、あるいは頑張らなくちゃ、頑張らなくちゃ、無理に電話して頑張るっていうのが、まあすごい、これ教育の中にでも刻まれてると思うんですけど、今回はこうコロナ、まあ私は免疫学者であるから、いつもこのみんな風邪ひいて頑張って熱でも仕事行ってきたっていうのが、まあ日本に来た頃はよく研究室の人たち言ってたんですけど、やめてくれよっていつも思ってたけど、今回はコロナでこの熱でも頑張る文化は変われば、すごい皆さんの体、女性の体だけじゃなくて、意外に男性たちがそれにすごく影響を受けてるので、それが変わってくれたらいいなと思ったりしてます。で、まあその元気足りない分はやっぱり多くの女性たちは何かしらがこう、特に今まあ、仕事したい人たちとかキャリア積みたい人たちがやっぱり健康課題抱えてると、やっぱりちょっとマネージャーになるのをやめとこうとか、やっぱり退職しようとか、男性と同じように働かないといけないのに働けない、でそれが周りも分かってくれない、でもちろんこの研究的なデータが足りない分、医療を届かない分、その女性たちは活躍しなくて、その女性たちの声も届かない、だからまあ分からないままで終わってしまう、本人が悲しいまま辛いままで終わってしまうので、まあ、そこはやっぱり職場の理解だったり家族の理解だったり、結構自分がこうそういう教育を受けてないだったら、自分に何が起きてるのかわからないであれば、自分はわからないなら周りに説明しようがないんじゃないですか。だから家族にでも、例えば更年期の女性たちをよく言うのが、何が起きてるわからない、でも、もちろん周りにあんたは変って言われるけど、でも何が起きてるわかんない、パートナーとかにも説明できないっていうのがあって、以前私ちょっと一回更年期に対する発表した時に、一人男性立って、ありがとうございました。私は自分の奥さんをいじめたっていうことを分かったんだって言って、実際はこの女性に、奥さんに更年期が、あった時に、まあ何かしら、ちゃんとやってないとか、そんな感じ彼が思ったんですけど、頑張ってないと思ったみたいんですけど、あ、分かった、そういうやっぱり悪かった、今納得して説明できて、本人も辛いし周りも辛いっていうことだったんですね。うん、いやでも確かに身近にいる人でも、そのパートナーであっても、わからないっていうか、まあそれはやっぱりこのコミュニケーションの問題なのかもしれないですけど、それよりもやっぱり研究をもっと進めるべきなんでしょうね。研究と広報、研究を進めながら、やっぱりヘルスリテラシーを、みんなのヘルスリテラシーを上げるもうとても大事で、そのやっぱりヘルスリテラシーはみんな上げることによって、やっぱり自分の体のことが気にすることになるから、それなりに、まあ、
それがすごくエコ運動とつながるんじゃないかなと私は思ってる。その自分の体に対する大事な植物、自分の体に対する大事な食事は、やっぱりいろんな健康っていろんなことをつながるので、とっても大事なことだから、学校の時からの教育、熱出して学校行けじゃなくて、熱出したら自分の体を大事にするっていうところから教育をするのはとっても大事かなと思ってます。なんか今まで根性論でいろんなことを乗り越えてきたような気がしますが今の本当お話すごいみんなにし、なんか女性たちにはみんなにしみるんじゃないかなと思いました。ちょっと話題を変えまして、先ほどのお話の中でですね、パートナーシップっていうのが皆さんのお話の中で人のつながり、言い回るパートナーシップっていうのがすごく大事だなっていうのが今回共通の項目としてあるんですけども、残念ながらですね、今実は日本の中でも大学の運営費とか研究費とかって結構削減される場面も多くなっていると思いますけども、人を育てるために、それから大学以外社会の役割についても、この研究機関や大学がこれから沖縄社会のために、それからそのパートナーシップ UMR SDGs っていうところに、貢献するために、瀬名先生にお伺いしますが、その役割っていうのはどういうものがあるのかっていうのをちょっと自己紹介になりますけども、聞かせていただけたらありがたいです。はい、ありがとうございます。結構難しい質問ですけど、おっしゃるようにですね、今大学のですね、運営費というか予算というのはどんどんそんなに大きな予算がなくて、我々研究者も限られた予算の中で研究をしているところです。で、実はですね、今やっぱり私思ってるのは、大学の研究者は自分の研究のためだけに研究してるんじゃなくて、その研究を通して学生の教育をしているんですね。ですので予算が少なくなるというのは、実は学生の教育の効果も非常にちっちゃくなってきているというのを感じています。で、先ほど私自分の研究 の紹介をしましたけど、結局はですね、研究者ができる社会貢献というのは個人個人 の一つ一つの研究をいかに社会に還元するかみたいなことしかできないんですけど、実は一番大きな大学の教員の社会貢献って学生を教育してる、育てることかなっていうのを最近認識しています。で、改めてですね、これまで私が担当した学生さんたちがもう卒業して、皆さん結構いい年になってくるとですね、いろんな社会の場面で活躍する学生さんが非常に増えてきて、改めて私自身も助けられているということがあって、なんか自分が研究者として自分一人で頑張ってきたようなイメージがあったけど、本当は教え子って言ったらなんですけど、卒業した学生に今助けられてるなっていうのを感じているところです。で、さらにその教え子とか学生さんたちの子どもさんがですね、また私の研究なんかを見て、また女子学生が高校生が理系女って言われているような、そういうのにも目指していると聞いて、非常にまた嬉しくもあるし、自分自身がもっと頑張らないといけないなって感じているところですね。こうやってこれも世代を超えた UMR になるんですかね、そうやってつないでいくことが大事かなと思っています。ありがとうございます。ここでですね、視聴者の皆さんからもいろいろ質問が来てますので、お答えいただきたいと思います。まずですね、4人の方全員にお聞きしたい質問です。SDGs の起源、2030年が現実的な起源なのかなというふうに疑問に思うようになってきました。今、様々な団体や企業が取り組んでいるスピードで、SDGs の目標を果たして達成できるでしょうか。達成するには何が最も重要ですかっていうご質問が来てます。この質問に関してはですね、しましょう。まずは、花城さんからお答えいただきましょうか。
ですね、非常にこれ難しい質問だと思います。何よりもですね、日常我々が生活する上でこの SDGs というものの意識をですね、いかにこれ持ちながら生活するかというのが非常に大事だというふうに思っているんですね。まあ身近なことで言えば、一体ゴミ出しから始まって、それをどう、このゴミをどう見るかということとかですね、周辺にある植物の中でも雑草と見るのか、それともそれは我々の必要な草だと見るのかですね、そういうところを踏まえながら、やっぱり意識をしっかりと持っていくことが大事かなということを考えると、僕はそう難しくはないとは思いますけれども、でも、今ではですね、やもすると企業の皆さんがいろいろとその SDGs に参加してきている企業の中には、何かこう罪滅ぼしみたいなことで入っている企業もやもするとあるんじゃないかというような気さえするわけなんですけれども、まあ、そういったバラバラの状況ではなかなか実現も難しいかなという気がしてるんですね。だからもうちょっとそのこう社会的にもそのこう雰囲気をですね、もうちょっと SDGs って、ね、一体どうすればいいんだということを考える機会を頻繁に持つことが大事じゃないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、やっぱり皆さんが意識づけするってこと大事かなと思います。同じ質問をエセーバさんにもお聞きしたいです。SDGs を達成するために最も重要なことは何ですかという視聴者さんからのご質問です。どうなんですよね、難しい質問ですね。でもやっぱりみんな何かしらを勉強すること、とてもやっぱり何するにしても教育はとても大事であって、その自分が今やること、買うものって結局 SDGs につながってるのかどうか、社会的にどこに貢献になってるのとかを考えながら多分やらないといけないんですけど、でも今情報はすっごいいっぱい溢れてるじゃないですか。もう情報はたっぷりあるんですけど、その情報はどう選ぶかっていうのが、やっぱりそこはしっかりいろんなことに興味持って、いろんなことを勉強して、その中から何が正しいなのか、何か正しくないなのか考えるのはすごく大事で、まあこうロジカルに考える力を育つ、子どもたちに育つのもとっても大事かなと思ってます。なるほど、分かりました。まあ次世代育成は絶対重要かなですね。同じ質問瀬那覇さんにもお願いしたいです。お聞きしたいです。はい、私先ほどもちょっと似たような質問答えたと思うんですが、SDGs を達成するために私2つ重要なことがあると思ってます。1つは精神的な面から、でもう1つは物理的な面から。で先ほど物理的な面から言うと、やっぱりエネルギーが絶対大事だと。で SDGs を推進していくための活動にも、そしてそういう社会が成り立つためにも、それを成り立たせるために動かすエネルギーがなくちゃいけません。なのでエネルギーが枯渇していって足りないと、そういう活動できないし社会作れない。だからエネルギーをどういうふうに構築していくかというのは、重要な観点になります。で精神的な面で言うと、まあ、むしろこっちが大事かなと思いますけど、やはりですね SDGs の本質は私優しさだと思ってます。でいかに周りのみんなと優しさを共有していくか、分かち合うかっていうふうな意識が大事で、それが SDGs を、動かそうとする元になっていると思うんで、そこをですね途絶えさせないように活動していく。しかしながらそれを活動するための物理的なエネルギーの確保も、同時にしていくっていうのが大事かなと思ってます。はい。
ます。確かにもうエネルギーは本当我々の動く源ですから、同じ質問を西田さんにもお願いしたいと思います。はい、そうですね、ちょっと違う面からになるかもしれません。ゴールというものの考え方ですね。例えばマラソンに頑張って出てみようというふうに出たときに、絶対に時間通りにゴール以内にゴール切らないといけないのかどうか、目標というものですね、あるいは別の面で言うと、到達できるかどうかが五分五分ぐらいの目標が一番いい目標だなんて言い方もありますね。ですから、例えば、8割までいけたけど、あと2割はなぜできなかったのか、次それを、どうしたらいいかというふうに考えるということが大事かなというふうに思っています。ですから、ゴール今、SDGs17 ありますし、さらにその内部にたくさんあります。で、まずは目指してやって、で、いくつも到達僕はできると思っているんですけど、すべてが30年までにですね、あと8年でできるか、それは、わからないけれども、それは全部到達しないとダメだったんだという、0か100かということではないんだろうと思います。で、それが1点ですね。それからもう1点は、私は SDGs がはっきり出されて本当に良かったなと思っています。というのは、いろんな問題周りにあって、取り込まないといけないけど達成できるのかなとつい重たくなりますね。だけど SDGs でこれ世界でいろんな地域国でいろんな方が同じベクトルでやってくれてるんだと思うと、なんて言うんでしょうか、すごく勇気づけられる。でこれがみんながそうやってるのに、その、到達が、100% いくかどうかともかく、ゼロになるっていうことは考えられないです。だから、それぞれが、なんか周りが見えずにやってるんじゃなくて、みんなが世界でやってるということが極めて重要かなと思うんで、必ず大きな前進が私があるんだろうと。で、それを、済んだ分は喜び、不十分だったものは、次どうしたらいいんだろうというふうに議論して、また前に向かっていくというふうになればいいのかな、というふうに思っています。以上です。ありがとうございます。50% の成功率って面白い考え方ですね。でも確かにそうすると、なんか届きそうで届かないっていう、この人間の心理があるような気がします。もう本当、ご質問論尽きないんですけれども、なかなかもう、視聴者、皆さんからの質問も来たんですが、なかなかでも時間がちょっと迫ってまいりました。最後にですけれども、今日のタイトルである、小さな島の可能性というところで、今世界の皆さんがこのオンライン、イベントを聞いている中で、沖縄の可能性ってこういうもんだっていうことを、一言ずつアピールしていただきたいというふうに思います。今度はですね、じゃあ、エリセーバさんからビジネスのことも含めて教えてください。沖縄の可能性は、すごく私はこの小さな島に本当に毎日小さな島とここに住んでる人々に感謝しながら毎日過ごしてるんですけど、でもちろんコロナ始まる前にこっちに観光客来るとやっぱりみんな喜んでリラックスして帰ってる。で、すごく素敵な自然、素晴らしい食べ物、素晴らしい環境であることで、とても沖縄のポテンシャルがとても高いです。で、私たちの夢としては、本当に沖縄の、素敵なところ、世界中の女性たちの健康の元の場所にとして知られるようにしたいと思ってますけど、それがいつできるのかわからないんですけど、そのためにでもやっぱり皆さんの
西田先生も花城先生も砂川先生の力を借りてからこそ成り立つことかなと思っています。今日ありがとうございます。ありがとうございます。砂川先生、みんなの力をエネルギーをながら小さな島の可能性を、ぜひアピールしてください。はい、ありがとうございます。はい、私はですね、沖縄という小さな島だから、まあ、私やってるようなカーボンリサイクルも含めて、世界で、成功事例を作ることができると信じてやっています。でもちろんカーボンリサイクルだけじゃなくて、他の食のリサイクルであるとか、まあ、資源のリサイクルも含めて、こういうものがモデルができると思っていて、で沖縄でそれモデルができると、これ世界中のいろんな島々にですね、それを展開することができると、成功事例をですね、こうやったらうまくいくよっていうことをみんなに伝えることができる。でもっと規模が大きくなると、ゆくゆくは島国、日本も含めて島国なんで、そういうところにもどんどん展開することができるということで、もしかするとこの沖縄がですね、世界の、まあ、こういういろんな問題を救うようなモデルが、発信できるんじゃないかということをですね、もう目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。本当に期待してます。それに小さな島々の国々っていう、本当に瀬名先生のモデルになるんじゃないかなと、私も本当楽しみにしております。ありがとうございます。では西田先生にもお願いしましょう。はい、私もすごくポテンシャルが高い場所だと思っています。で、何がそうさせるのかなと思ってずっと考えているんですけれども、なんていうんですかね、程よい隔離性と程よいこう交流性、そのバランスっていうのはすごく大事で、それが昔だとですね、その交流性がちょっと海の隔離機能があまりにも強くって、ちょっとその隔離性が強かったかもわからないですけど、今はもう情報はインターネットでやり取りできますし、人間の生身が動くのも船も飛行機も、もう特に飛行機の発展でそういう障壁が、海の障壁性っていうのもなくなりましたので、その何て言うかな、そのバランスがすごくいいんだと思うんです。あまりにも人が行き交いすぎると何か大きな力にすぐやられてしまいますね。であんまり隔離してると、やはりそれは外からの情報が入りにくくって、どうしても不十分なる。そのバランスが大事なんですけど、だと思ってるんですけど、そのバランスがもう非常にいいです。で、さっき亜熱帯が一つの特色って言いましたけど、亜熱帯を具体的に見ると、熱帯性の動植物と温帯性のものがこうなってるところなんです。で、これがまた面白いです。で、まさに文化的にも今いろんなことがちょうどクロスロード、沖縄がそういう場所になりつつあるんだろうなと思います。で、これを生かしていく、これがメリットになるということは大いにあるんだろうと思います。で、結構私ですね、ちょっと話が長くなってすいませんけれど、日本に国立大学86大学あります。で、いろんな大学の国立大学の学長さんと話するんですけど、結構ですね、連携したいっていうふうに言われるんです。それでやはり何か、やはり琉球大学沖縄の特色があるというふうに見ていただいてるんだと思います。で、そういうところと一緒にやることによって多様な連携の成果が得られるだろうというふうに感じていただけるみたいで、僕はそれいい証拠だなというふうに思っています。ですから、おそらくその強みがあって、それを生かしていくことがいいのかなというふうに思っています。はい、以上です。ありがとうございます。面白いです。はい、花城さんにも同じ質問を、この小さな島の可能性っていうのをぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。実は私、生まれがですね、周辺3キロ、4キロしかない鳩間島なんですね。で、そこで中学校まで育ったんですけど、もうこれが私の世界だと思ってたら、石垣島に行ったら別の世界があったと。で、それぞれ大きな島に、沖縄本島まで来るとさらに変わる世界があったんですが、まあ、いずれにしてもこういった小さな島ながらにも我々が生活をしてきた。
でそこには生活の知恵があったわけですよね。でその知恵っていうのは周辺にある資源をですねうまくそこを活用してきたわけですよね。まあ、そういう意味で西田先生もおっしゃったように沖縄っていうのは非常に亜熱帯でありながら非常に生物の多様性が非常に豊富であるということなんですね。で最近台湾で発刊された薬用植物っていうのが、まあ、が約500種類あると言われているんですね。でそのリストを見るとそのほとんどが沖縄にも同じような植物があるわけですね。でそう見ますとですね沖縄の1700種約ある自生植物の3分の1は薬草と言っても過言ではないぐらいのその多様性を我々は持っているわけですよね。だそういう意味では植物資源としてはですねこれからの可能性は非常に重要たくさんあるわけで、ただ我々は食べるためにどういった資源を加工するかということも大事だろうし、さまざまな生活の上で一応おもろ植物と同じようにそこをきちっと整理をし、情報を持っていればですねいい食事には困らないぐらいの資源があるというふうに思うんですね。この一方資源として考えた場合にはですねこれ島国だから何もないっていうか要するに資源が少ないんじゃなくてむしろ周辺を見ると海だってこれ資源なんですね。それから陸の植物当然こう我々が営んできた生活の中に周辺にあるものも例えばゴミ一つ取っても資源なんですよ。だそういうところから生物を含めてじっくり見るとそこにはたくさんの資源が寝てると。で場合によっては我々が沖縄が台湾の近くで中国の周辺にあるそれからフィリピンの東南アジアに近いっていう地理的な条件も資源なんです。そしてそこに住んでる人文化も資源なんです。でそれをそういうふうに見てみますとまさに島国だからこそ小さな島嶼環境にあるからこそ我々はそこをうまく利用する知恵がここにあるというふうに思いますし、でそこの資源を大事にしていく必要があるだろうというふうに思います。ありがとうございます。その本当有用植物も多いというようなお話とかって意外に元の我々知らないことなんじゃないかなというふうに思いました。本当お話つきませんけれども、そろそろ時間となりました。実は今回の、国連総会科学サミットに沖縄から初出場というか初出演してさせていただいた、立役者は沖縄科学技術大学 OIST の広報担当副学長ヘザー・ヤングさんのおかげです。ぜひヘザーさんに最後に、お話を伺いたいと思います。ヘザーさん。 I would love to. Thank you so much. はい、ありがとうございます。日本の通訳が入っておりますので英語で話をさせていただきます。ヘザー・ヤングと申します。私は OIST の広報担当副学長をさせていただいております。まさしく特権でございました。本日のプレゼンテーションディスカッション素晴らしいものでありました。教育的でありインスピレーションにあふれるものでありました。非常に素晴らしいバランスであったと思います。私はカナダ人です。そして沖縄に暮らすこと、そして学べること、そして沖縄で遊べることを嬉しく思っています。ここに来て最初の数日、とても感動しました。認識とコミットメントの、その沖縄の SDGs に向けての気構えが立派であったからです。それからいくつかお伝えしておきたいことがございます。まず最初に素晴らしいモデレーション、それから登壇者の皆様に御礼を申し上げたいと思います。本日はこの専門領域において時間を割いてくださりありがとうございました。国連総会科学サミットにおいてこのセッションをそのイベントの一部として選んでくれたことに感謝しています。また
時間を割いてくださった皆様、そしてまた裏方で頑張ってくださった方も私と同じ考えだと思いますが、このように素晴らしい仕事を支援し、このレベルで共有できたことは素晴らしいことだと思います。また琉球新報社のリーダーシップ SDGs に関して、また関連セッションについてのリーダーシップに感謝を表したいと思います。さらには国連の日本の代表部においても、沖縄科学技術大学院大学と本イベントを共催してくださいましたことに御礼を申し上げたいと思います。それからまたご視聴くださいました皆様、本日は参加していただき、この重要なトピックに関わってくださってありがとうございました。あと6つ日本関連のイベントが日本関連で今週来週とございます。ぜひチェックしてもう一度参加していただければと思います。それからまた科学サミットサイトから登録いただいたからには、ぜひこのフィードバックを入れてくださいますようにお願いいたします。ありがとうございました。ヤングさん、ありがとうございました。本当にこういった機会をいただけて本当に嬉しいです。本日の模様は沖縄科学技術大学院大学のご協力で10月6日から8日にの3日間にかけて分けて、琉球新報の紙面でもご紹介いたします。また今回の録画の動画もご覧いただける予定です。これは後日またご案内いたしますので、どうぞまたもう一度再視聴いただければありがたいと思います。それではこの今回の、シンポジウム、これで終了させていただきます。登壇者の皆様本当にありがとうございました。そしてオイストの皆様本当にありがとうございました。それでは、本日はご覧いただきまして、はい、ありがとうございました。終了させていただきます。はい、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。